はい、じゃあ、おまけのパート25話のパート3ですねまとめになりますけどもまあ第1話第2話でお話したこと第1話っていうかねパート1パート2で、えー、お話したことを最後に一言でまとめさせていただきますけどその前にねサラリーマンってキーワードについてお話したいと思いますサラリーマンがなんでねスーツやネクタイ革靴みたいな格好をするのかこれ決まってるんですよあのなんでかっていうとこれねドレスコードなんですよねサラリーマンと一目でわかるためにその格好をするのがまあ理由としては最も適してるんじゃないかなと思います だってね、野球をしてる人ってあのユニフォームを着るでしょ。なんでこんな服着ないといけないのって思いながらじゃなくって、そのユニフォームに憧れて、つまりは職業だけでなくって、あの格好ができることにも憧れを感じてその業界に入ってくるんですよ。だから本来サラリーマンをやってる人ってサラリーマンに憧れて、サラリーマンが自分の転職だと思いながら目指して入ってくるべきなのに、 なぜか他に選択肢がないからとりあえずサラリーマンでもみたいな感じで仕事をしちゃうからスーツに違和感を持つんですよねだってネクタイを趣味でできる仕事って私は憧れでしたけどもねうんまあ実際はそんな仕事をやってみたら大したことないなと思ったわけですけどもでもやっぱりサラリーマンであることを10代の頃は憧れにしていましたそれは私なりに10代を落ちこぼれて暮らしていたかもしれませんね、うん、でえっとバスケねスポーツばっかりになりますけどもバスケだってね 結局バスケットボールがででできるるよよ。うな格好でやるわけですよつまりはプロとしてのスタイルっていうのがあるんですよねだからサラリーマンはあの格好でいいんじゃないかなと思いますもちろん時代とともに変わっていく部分があると思いますけどもねそれから工場勤務っていうのもあるでしょう工場勤務やっぱり工場には工場で働くような格好になると思うんですよ機能性とかデザインとかそれからカラーリングを考えて最も適した色に落ち着くんじゃないかなと思いますし現場によっては帽子をかぶったりとかすると思うんですよ 中にはドモンリンクルみたいに目しか出ないようなものもあってこんな格好で仕事できるかみたいな人は別にそこから離れる淘汰されるっていう選択肢もありますんでねうんだからやっぱりこう自分はこの業界をその一億を担ってるんだって気持ちで誇り高くユニフォームを着てもらいたいなっていう気はしますけどもね <laughs> はい、えー、コンビニに働いてる人はねやっぱりコンビニの格好しますしね で在宅作業ってそれに控え結構楽っていう意味では楽自由度が多いですよね出勤時間もそうですし、まあ、すぐに仕事が始められてまあ気が向いたらおトイレに行ったりとかシャワーを浴びたりとかジュースを飲んだりとか食事の時間を取ったりとか自由だと思うんですよまあでもね自分が楽に自由にを感じるのはいいんですけども例えば在宅で仕事したら家族もそういう風に勘違いしませんかってことですよね家族の理解を得るのが非常に難しくって お父ささんんは気楽な仕事やっっててるるよねいいう風にに勘違いされちゃ本当に困るんですよねそれこそ録画や録音してる時にバーンとねあの用事を言いつけられても困るし変な雑音が入ったらそれだけでコンテンツはパーになりますんでやっぱりそういうところも分かってもらわないといけないし何だったら専門部屋を作ってね出勤する自宅に出勤するみたいな形を作って。 この時間は家にはいるけども職場に行ったと思って話しかけない声をかけないでくれっていうようなところまでやっぱこう分かってもらわないといけないのかなと思いますじゃなかったらその仕事別に後でもいいんでしょうとか、ね、旅行中でもできるんでしょうっていうふうな妙な先入観を持ってしまうんですよ確かにそうだけどもできればこちらの仕事モードとしてはそういうふうなねごっちゃごっちゃにされたくないよっていうようなね譲れないところが出てくると思いますんで特にあの塾生さんのサポートをしてるときって当然ですけども家族を後回しにしなくちゃいけない瞬間なんですよね でそういった自由の使い分けってのも結構この仕事をねインターネットを使った仕事をして雑説する人の多い環境の一つだと言えますさあそしてまとめになります幸せの条件ですお金を稼げば幸せになれるのかその疑問にはまだ答えが出ていませんけどもすっきりと答えが出てるものがありますそれはですね不幸を避けるためにお金を使えってことなんですよとりあえずはねすべての不幸をお金で取り払ったら幸せが残るのかどうかそれはまだ分かりません でも不幸やストレスや違和感とかそれからトラブルねこれを避けるためにお金で済むんだったらまずお金でねバリアを張りましょう防御しましょうシールドを作りましょうそれによって自分が不幸というものに駆逐されずに生きていけるんだったら結果的にそれは幸せだったのかなっていうふうに思えなくはないかなっていうふうに今思いますだから幸せをつかみに行くというよりもね幸せをお金で買うっていうよりも 不幸をお金というものでバッタバッタ倒していく。その最中だと言えるんではなかろうかと思います。はい、えー。この気になる男シリーズなんですけども、私自身たくさんの気づきがあり、学びがあり、コンテンツがたくさんね、出てきます。タカさんのおかげだと思います。本当ありがとうございます。そしてこのや,やりとりは何にしろね、得だとか損だとかじゃなくて、楽しい。タカさんのおかげで楽しい。だからこそ続けていきます。そしてもっと言えばね、このやりとりを見て、自分もやってみたい。楽しそうだなって感じてくださる方が、いえば、 幸いかなと思いますので一部、タカさん以外の視聴者さんも意識しながらこれからもお話の方を組み立てさせていただきます皆様のコメントやご質問にもちゃんとね、動画の中で答えてるでしょね。ありがとうございますそれでは失礼しますいってらっしゃいじゃあ26話もお願いします、タカさん